何それ。ごめん、逃げる。これ上から。上からだから気をつけて。ごめん、ごめん、ごめん。はい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 。ごめん、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 ごめん。痛かった、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 痛くないよ、痛くないよ。ごめんね。下からドドン。逃げらんないか。よう、ちょうどいいとこにいた。大丈夫でしょう。はい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 。下からドドン。前からじゃちょっときつい。あ、上から来てる。これ1枚、これは C、 そう、 C の、 C の、 C の合図。下からどんどん。あー、遠いか。あー、切りいっちゃった。遠いか。あ、上から来るよ、気をつけろ。分かったベサ、逃げるベサ。いや、逃がして。なんだ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 、見えない見えない見えない。あー、衝撃波。はい、回復した。そして眼薬切れてる。上から来るぞ。走る、走っていく、走って行って、うん、切って切って逃げるの。はい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 、これなの。できれば眼薬を使いたいな。そこ危ない。これ上から来てるかな。ああ、衝撃波の方だった。はい、眼薬使った。これはドカンのやつ。はい、これ大丈夫なやつ。これは怖い。はい、近づいていく。ああ、頭ドン、頭ドン、頭ドン。これ大丈夫。切っていく、切っていく、逃げていく、逃げていく。はい、衝撃波をかわしていく。消える。あれ、消えない。ああ、そこで食らうか、ちょっときつい。上から来るよ。あー、これは壁ない。これは壁だ。回復しないと怖いけど。うわ、おっかね。あ、衝撃波。はい、衝撃波。はいはいはい、はい、壁気をつけて、壁気をつけて。壁ある。はい、明日からドドン。危ない危ない。はいはいはい、危ない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 。落ち着け、はいはいはい、落ち着け、落ち着け俺。うん、はい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 。これ衝撃波、こういうやつ。はい、やばいか。生きてる、生きてるから。生きてるけど輸血がないから気をつけて。もうあと2発切りは終わりなんだけど。怖い、衝撃波。もう一発、もう一発いった。倒した。今相打ちでしたよね。はい。相打ちでした。あぶねー。もうあと一振りはできませんでした。あぶねー。いや、 あそこに行けば倒してるから。いや、ぶねー。奥さん。奥さんのところに戻ろう。行くよ、奥さん。やっぱり奥さんの元が一番いい。うん、奥さんいたことないけど。奥さんください。今年の目標、奥さんをください。42歳の目標。うん、あ、開いてるもん。あ、え、何、え、あいつ、あいつ、虫、虫。なんだあそこに虫が飛んでった。なんでいたの。話しかける。いや、先に行った方がいい。先に行った方がいい。先に行った。なんか怖いもんね。うん、怖い。トーン、トーン。バシャン。これのどっかにあんの。あ、これじゃねえな。うん、あ、あ、え、花嫁や。奥さん。奥さん。まさかあなたが。奥さん、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 奥さん。奥さん。空を見上げてますよ。血まみれの奥さんが。つけやがい。生まれた。何が生まれたの。生まれた。え、カリド。え、
生まれた。何、どういうこと、奥さん生まれたの、奥さんが産んだの、今血まみれだったのって、そういうこと、産んだから血まみれだった、あの抱えてたってこと、子供を、そういうふうに確かにそう言われればそう見えた気がするけど、どういうこと、え、どういうこと、みんながようこそブラッドボーンへって言うんだけど、え、いい最終回だったどういうことどういうこと、え、ここからが本当のブラッドボーンとか、そういうのやめてもらっていいですか、そういうのやめてもらっていいですか、もう半年以上やったんですけど、はい、ええ、うん、半年以上やってます、8ヶ月ぐらいやってます、はい、どういうこと、え、儀式の秘匿は破れた、悪夢の赤子を探せ、え上になんかうねうねしてる、ね、やだね、上が見る、下からね、ギュンって上がってって、なにこれこれ誰これ誰これ誰これはこれ誰ですか、うわいっぱいいる、いっぱいいる、いやいや、一つのやつから足とかが手がいっぱい出てんじゃないですか、もういない、ええ、ちょっと引きで見てみる、これ小木さんアイソレーションえ、何これ、どうすんのこれ、外に出れること、あ、本当だ、逆にそこしか出れるとこないのか、あ、いや、あ、もう下にはいけるな、下にも行ける、うん、何してんのこれ、どうすればいいの、うん、でも何も、何もしてこないですね、悪夢の赤子を探せ、打ってみればいいんじゃないですか、録音で泣いてるぞ、あれ気のせい、今聞こえた、うん、今一瞬聞こえましたね、聞こえた、赤子の声が聞こえた、あれ当たんねえか、石ころでもいいですけど、録音ができないか、そもそも、うん、石ころ投げてみよう、うん、でも当たんないんじゃないかな、あ、今カリウドがいた、あ、惜しい惜しい、もうちょっと上を向いて、もうちょっと上を向いて、カメラに映んないかもしれないけど、あ、今場所当たっ、ちょっと待って、ちょっと待って、あそこ浮いてるやつなんだあいつ、え、今浮いてたのはなんだあいつなんで浮いてくんだお前ら、え、飛べんの、え、あ、え、え消えたよ、ええ、え、ここに行ったら、そこに行けばいいの、そこのふわふわしてるとこに行けばいいの、ここ違う違う違う、あの、それ真ん中の真ん中の、ここからここにいたよ、だって手記を読むか、手記しかないのか、手記読んでみようか、読むだけ読みます、ね、巨大な獣を受け入れたまえよ、そして血の覚悟がありますように、評価は1だな、わかんない、わかんないですね、わかんない、ボリュー、え、こいつえ、下行く、上行く、うわぁ、ええこれ巨大な獣ちゃんよく避けたね、今ねよく避けれたね、うん、びっくりしちゃった、うん、行くなってこと、巨大な獣に受け入れ、 あ、じゃあ捕まっていいんだってことかかな、 こっちで捕まえりそうだったから、こっち、ああ、そうしてみます、扉が開いてるな、あ、こっちは行っていいんだ、え、あれ、なんかいるな、オノマンがいる、オノマン、あれあれ、ここってさ、あれ違うか、あ、え、あれ、ここ、あれ違うか、でもあれ、あの、ランプないよ、まだないんですよ、うん、あれ、なんだ、あれあれ、また誰か来た、誰か来た、なんか持ってる、え、オノマンに殺されたらまずいよね、前、いや、これ一番最初の時に挑んだオノマンですね、あれ、これって、ちょ待って、俺、え、ちょ待って、ここって、今ゼロなんですよ、何が、血の石、あ、はいはい、うん、泣いてる、あれ、ここって初めてなのかな、俺なんか来たことがある気がするんだけど な動いてんす、あの、あ、本当だ、体力ゲージの横、なんだっけ、オノマン倒せるかな、あの、血に飢えた獣のとこじゃないですか、これ、いた、いた、いやそう、あれ、血の飢えた獣じゃないな、
違うな、一回ここ来たことがあるだろう、これこんなやつやった来たけど行けなかったんだっけ、なんだっけな、いや、いたオノマン、ダブルオノマン、さすがにこのポンコツだけど俺城があるよ、城ほんとだ、左に俺確かここ、さすがにここ来たことがある気がする、すっげえ怖い、あれ間違ってんのかな、うわコメント見たくねえ今見ると絶対書いてある、ええー、おやった、おおナイスです、内蔵できるぞ、できるぞ、あほぼほぼ死んだ、いや一撃倒したな、こいつも斧振り上げた時だったらいけますね、すげえ高っ、1500だって、あもうそのまま切っちゃっていいんじゃないですか、あ終わった弱い、高っ、一発です、弱い、うわ撃たれてる、撃ってるは、あれここってなんだっけ、撃って、ね、あ撃ってるやつがいるな、ただ色がなんか変わってるな、空の色が、だって、うん、花嫁と出会ったら赤い月になるって書いてあったもん、それだこれだ、赤い月の時間になったんだ、なった、あのあれはまあしょうがないですね、あれもう通り過ぎしかないですね、あ泣いてる泣いてる、めっちゃ撃ってる、あやっぱりここ来たよ、ここ来た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 、なんだっけ何の時、ああうまいこと言ったと思う、あれここ何の時来たんだっけ、本当にわかんねえ、そうこのね中腹にこいつらがいて逆側から来たんですよ、ああれか、なんか見覚えあるぞ、あこいつ倒さなきゃダメだ、あれだ、鳥すぐる何鳥すぐる、鳥すぐる取ったやつの時に来た、ここ、電撃ビリビリ棒の狩人を倒した時はここでしょ、ああれランプ、あれあれ、うわもうなんか光が違うと全然わかんない、うん、開くようになってるとか、反応はない まあね、何回かやって会った時もあったからね、そうそう、ここで大吉さんが2人の狩人を倒したんですよ、ここで、え気づいてないだと、あここでね、そうこれこれ、そうそう、上から降ってきて、だからこれ大聖堂の横ですよ、大聖堂の右側に何かあるって言ってたのは、この大聖堂の右側ってこういうこと、じゃあこれがこれって大聖堂の左じゃないかな、これ大聖堂、うん、じゃあやっぱの右、うん、あこれ右か左か戻ってみないとちょっと分かんないです、大聖堂行こうぜって言ってるけど、ああまあ大聖堂、ここまで来たんだ、大聖堂が多分一番近い、さっきのは何なの、あれはまああそこに行くことは分かったんで、うん、行けるというか、あまあ捕まる可能性もあるし、うん、とりあえずランプに行って、そうランプに行かないと放送が終われないそもそもね、おお、うん、あで、あのそう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 、棒持ってる強そうな人がいるの、そう、あのそう違う世界に行っちゃえってやつがいるから、あれいないな、あれいなくなってる、この階段登っていけばいいですよね、そう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 、そしたら大聖堂のあの鹿女王のところ、しかし金が鳴ったよ金が鳴ったね、いあれあいついなくなってんな、金鳴ってる、金鳴ってるし、これやだ怖いな、いやボスってことはさすがにいると思うんだけどな、んあるあれ誰かいる、いや誰かいる、誰かいるよ誰かいるよ、あーいるね、誰かいるよ、あちょっとあごめんね、前こぼっちゃって外眼みたいなやつがいるね、ね、うん、巨大な釜を持った人が、あれは倒さなきゃいけないのかな、うまく回り込んでそうボタンを押して、うん、あのランプに、そう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 、明かりにこう、うん、うまいこと入っていただければ、うんうんうん、さあおきつさん